皆さんこんにちは。ヨーヨに不具合、バグがあることはご存知でしょうか？はい、実はヨーヨは落下攻撃後に脱死すると、脱死硬直が全くないという、バグがあります。はい、試しに他の槍キャラで落下攻撃して、即ダッシュ入力してみてください。ヨーヨだけ、硬直がないので滑ります。俗に言う、歓声が乗ってると無理やり言えるかもしれません。ショーでさえ落下攻撃後は、よいしょ、って感じなのに。ライデンもよっこらしょって感じなのに。セノは無駄に落下攻撃後の入力が最適だったのか。硬直少なめでしたが、ダッシュのためがあることはわかると思います。ヨーヨに関しては、槍を刺した瞬間から滑ってます。ということで、ヨーヨだけの能力か？って思ってたら、まさかのバグだったってオチ。そして、風の噂でシャンリンも初期はそうだったとか聞いたんですが、師匠直伝のバグなのか？違ったらすみません。初期の原神なんて、バグも結構あったイメージで、信憑性がわかりませぬ。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。